今日まず昼一番のコーナーなんですけれども、はい、今日の一押し、これはね、ここいいところから選んでいただいたんです、はい、ここから参りましょう、はい、前回皆さんに迷惑かけた馬ですね、はい、ノールファンで迷惑、いや、はい、迷惑か、あの、いやいや、あのね、なぜかね、4番人気だったんですよね、11着に負けました、結構売れてましてね、そうなんですよ、はい、そうなんですよ、はい、だからこの馬はとにかく逃げ一手ですから、はい、でちょっとここに書きましたけども、ハイラップの逃げですね、これね、おっと思うんですよ、ハイラップの短期逃げで、はい、むしろ勝つチャンスがある、あの、それじゃないとダメなんですよ、だから4コーナー回るときにもうとにかくね、他の馬と並んでちゃいけないというタイプですね、ですから前走はまあ花にはいけたんですが、はい、サンハロンのラップが36秒ちょうどとね、この馬にするとちょっと楽に行き過ぎですね、溜めてよくはないですから、それでも早めに後ろに来られましたんでね、はい、とにかく途中で一回エンジン吹かさなきゃいけないんです、あ、この馬吹かさなきゃいけない、あの逃げ馬っていうのは、うん、あの馬なりで捕まったままこれでいいっていう形にはなりません、いや、なんかスローでね、そのまま逃げればいいような気がするのが、うん、そうでもない、決してそうではないんです、やっぱりその自分の先に行ってるというアドバンテージを生かすためには、はい、そのある程度その流れに乗っていながら、そこから一回踏み込むという作業はね、逃げ馬は必ず必要なんですよ、ですからそのそういう形になってないというところで早々と捕まってしまったということがありますね、ですから前回の鉄を踏まないようにという形で今日は競馬すると思います、あの全然そう刻んだラップは3の35秒3ですからね、あのまだもしかしたら体調が整わなくてという形もありましたし、はい、あの同系タイプが非常にいましたんでね、うん、でも今日はね、うん、追いかける、このままハイラップで行かれると追いかける方が大変ですから、ちょっとこの辺りでメンバー構成も見ながら、そうですね、この辺りを味わっていきましょうか、このメンバー構成ということで、まあ有力どころはチューリングマシーンですとかね、うん、サラセルバ、はい、ここらが今季本当にいい走りしてますから、はい、ここらがあの上位を争うだろうなというところ。ただどちらもこうどちらも貯めていきたい。貯めたい方ですね。中輪のマシンは先行タイプですが、うん、やっぱり一呼吸貯めが必要なタイプの馬なんですよね。はいはい、だからそのノールファンデブを追いかける可能性がある馬としたら9番のサクラモンストールかなと思うんですが、うん、前回この馬に2番手につけてって、むしろ一緒にね、失速したというような形もあります、同じレースですね、はいはい、ですからね、ノールファンデブを捕まえに行くとなると、うん、あの自在に後ろの方からポコポコと来るサラセルバにね、はい、の餌食になっちゃうというのはみんな分かってますよね、だから行かれてしまったらもう腹震えるしょうがないんですよ、うんうん、もうバテてくれとお願いしながら自分のポジションを守るというね、はい、他のまたじゃあそういう作戦を取らざるを得ないんで、今日はやっぱりハイラップを刻めば今日はチャンスがあると思います、メンバー構成的にもまずその先手は間違いなく、間違いなくと言いますね、そしてついてくる馬ももう大変だと思います、うん、ついてこられないようにこういう形の逃げは宮崎ジョッキーはもう本当に得意中の得意ですね、はい、うん、ですから久しぶりにこのノールファンデブに乗るんですけども、ええ、昨年はこれで勝ちましたね、うん、やっぱりそのパターンに行くと思いますよ、はい、ですから、もう最後の結論を、ですからそれで、はい、もう馬たしかないですよと、もう振るなら、うん、もう結も覚悟の逃げだと思いますから、はい、相手はまあ戦力的にね、この4頭でしょう、サラセルバ5番、そしてチューリングマシーン1番、あとはクラウンハッピー8番、そして3番のオンアドリーベはもうこれ極端な追い込んだですよね、そうですね、あのハイラップですから上がりが一波乱かかりますからね、逃げ切りだけど客室が近い馬じゃなくって、そうなんですよ、逆にあの途中でね流れに乗ってて吹かしてくれると、うん、実は逃げと追い込みの組み合わせって結構あるものですよ、皆さん ね逃げ馬が絡むとき手前の組と思いがちでしょうけども、はいはい、実はこういうふうにハイラップで飛ばして、うん、またさらにその4コーナーから直線のところで吹かすタイプね、はい、そういう馬だと追い込みとの組み合わせっていうのは結構あるものですよ、だから逃げ馬狙うときに周辺にいる馬を狙いましょうという安易な考えは捨てましょう、違う、はい、しかもこの馬の場合はハイラップの逃げ、はい、まあ、これがねキーワードになりましたけれども、9レースのノールファンデブル、はい、こちらをね、中心に話をしていただきました、今日の一押しのコーナーでございました、さて終盤そうですね、あと2つ、じゃあ8と10でいきましょうか、はい、そうですね、お話を伺っていきます、8レースの話へ進んでいきましょう、
さて出走メンバーご覧いただきながら8レースご覧のように頭数が多いんですけれども、 C3 2組 1200m のレースでですね、はい、ないところはどんなところですか。多いんですけどある程度その上位に来とるのは絞れますよね。あの3番のセーラパシフィックですとか7番のニーカップキン、それからね前走勝ってるスイングリーダー、はい、まあここらが上位を争うという、それにまあモズムラクモあたりが絡むんだろうなというね、大体、うん、この辺で決まりそうな雰囲気なんですよ、はい、でもあの展開もはっきりしててスイングリーダーの逃げをめぐってという形なんですよね、うん、ここで面白いのは12番のユーリープリンセスという馬、これはですね、はい、実はこの馬ね、あの地方で岩手で勝って、はい、中央に戻って500万でダメで、最後は障害を経験してここに来たという形ですね、はい、ですけれどもね、印結構ついてるんですよ新聞に。あの農研の走りとか言ったら差はないんですよね。ああ、そうですか。この条件でやれるレベルですよね。ちょっと500万でね、やはり着順だけ見るとそこまで来てないんで、はい、来てないんでね、これ芝のレースなんですがね、はい、だからどっちがいいか微妙なところなんですが、あの他の馬たちとこう比較してみるとね、やっぱりそんなに見劣りはしないと思いますんで、はい、転入初戦のねまだ評価が定まってないところが狙い目ということで、僕はこのユーミープリンセスという馬にあの20丸をつけたんですが、ね、いっちゃいますか、ここから。はい、ここからですから先に挙げたあのスイングリーダーですとかセラパシフィック、はい、うん、あのモズムラクモですとかニーカップクイーンね、はい、ここらに行っとけばユミプリンセスが来れば大丈夫でしょうという感じですよね、うん、なるほど。あの岩手で勝ったのが B2 の下の方ですからね、その辺は力深く微妙なんですが、はい、でもこの C3 ですからね、うんうん、岩手の B2 とこの C3 だったらそんなに差はないと思いますんで、ですから、まあ、初物買いといきましょうというところですね。はい、わ、はい、かりました。8レース、高倉さんの狙いは12番のユーミープリンセスということでお話をいただきました。はい、さて、もう一つはメインレース、もちろん10レースの北海優秀の話でございます。まあ、先ほど、はい、ちょっと考えどころは難しいです。そうですね。どうあのステップレースを含めて、トライアルを含めて、ここにその順調にこう、ね、望んできた馬に目を向けるのか。はい、あるいはそれ以外の要素、他の部分に目を向けるのかということでね、あのつける馬がガラッと変わってくると思いますけれども、はい、そのとにかく今シーズンのレース内容ということを考えて、その有力馬にね挙げるとすれば伊達男ですとか、うん、4番のフレームハーツですとか、ね、あるいはその8枠の山のミラクルワイルドサプライズということになりますよね、うん、ただね今年のメンバーはね2歳の時にあの紙面で書きましたけども、トップレベルのレースを経験してない馬が大半なんですよ。でその中でスタンドアウトという馬だけはね2歳優秀に出てるんですよね、はい、でこの時は6着でした。あの先行しましたけれども、前3頭が固まってるところの真ん中ですね、一番苦しい競馬の中で、はい、これハッピースプリントにはね置いてかれましたけれども、それ以外の上位に入っている馬とはほとんども差がない状況なんですよね、うん、ですから厳しい競馬の中でこの走りをしてるっていうことは、この時点でのそのポテンシャルは今日出てるメンバーより上と考えられますね。で中央に転じてから4戦して全くダメです、これをどう捉えるか、体調面はね一息だと思うんです、はっきり言えばね。ああ、そうですか。はい、ただあの中央時のその4回の走りを見ますとね、こちらではつけてなかったシャドーロールをつけたり、あるいはチークピシーズをつけたりしてるんですよね、はいはい、ですから体調云々よりも向こうでこの馬の性格なんかを手の内に入れられなかったという可能性の方が大きいですね。なるほど、はい、ですから北海道2歳優秀であれだけのパフォーマンスができてた馬が、まあ、芝を使ったりダートを使ったりね、最初は芝でした、はい、でダートを使ってもダメだったということは、この馬のメンタルをコントロールできなかった可能性の方が大きいというふうに僕は読んだんですよね、はい、必要のなかった装備をつけなきゃいけない状況に陥ってた、うん、これが古巣に戻ってきて、そういうところのケアはね、加賀調教師はちょっと抜きん出てますよ。だからそこのそのマイナス要因を今回取り払っての出走ということになったら、はい、出来はもう一つだったとしても、でも3月までは使ってますから、そうですね、完全に息が持たないというケースはないと思いますので、ね、血統配置は距離 OK、うん、この北海道2歳優秀のね中身のいい走りを僕は評価して、人気がないのはおそらくね順調に使ったら本命ですよ、これ。いや、これその前に破ってる相手も全然、はい、チーム栄新北斗星とかワイルドソウルとかね、って勝ってるわけですよね。だから順調に使ってたら、で中央の成績がなかったら本命ですよ、うん、だから今回体調が一息
ということを承知の上であえてスタンドアウトに、はい、20万ということですね。はい、はい、3番のスタンドアウト、北海優勝高倉さんの狙いはここからということでね、お話をいただきました。はい、楽しみですね。楽しみですね。どういう走りをしてくれるか、うん、で、フルスに戻ってそれまでと全然違う走りになるのかって結構多いですから、はい、そういったところにも期待したいですね、うん、はい、ぜひとも、まあ、皆さんのね、狙いの馬はどの馬になるのかご期待、それぞれのこちらに、ね、そうですね、ここ勝ち馬検討の際はいろんな切り口ありますから、はい、ですから自分がどのスタンスに立つかというところでね、うん、随分と狙いは変わってくると思いますよ、はい、はい、北海優勝、今日本別10レース、これがメインレースの最終レースでございます。ぜひともお楽しみいただきたいというふうに思います。まずはオープニング展望、ここまでの時間は、レースの、今日のレースの見通しをね、はい、高倉さんにじっくりと伺ってまいりました。